1>, えー、1年目は合うんですよ。2年目から変なことね。だから記載方法が変。ね、1年目のルールを適用していくと、えー、計算が合わないんですよ。もしくは、えー、記載方法が変ということになってるね。でそれをそらく訂正すると思うんですけど、その時にもしかすると3.5億円がない。 パターンまあ通常我々考えたら3.5億円プラス利,利息っていうふうに思うでしょ3.5億円だからまあ利息合わせたら4億とかね、えー、そういう感じにならないと変なんじゃないか、えー、じゃあその,そ,のそれを創生するために立花隆が貸してるんじゃないかと思うわけねで実際2年目から見ていけば例えば3,600万円の立花隆が党に貸し付けているやつの返金のところを見れば ね、利息とも書いてるわけね3600円貸し付けて、えー、返してもらったし、えー、返金の部分で利息って書いてるよで3600円三千六百万三千六百万ですからねゼロでしょ <laughs> でゼロであればじゃ他のところにないとい変なやつが出てくるよねそれがそれが寄付の話を言ってるわけ何本も前からね ってことは逆に考えればそれ訂正するときにそれ我々はなんかね年、年利5%とかっていうふうに思ってるけどこれね、収支法からいくとえー例えば109.5%ぐらいまで大丈夫なわけでしょ <laughs> 逆のパターンめっちゃめっちゃ利息が高いっていうパターンだってあるわけ。すると3.5億円がもしかするとチャラになっている可能性だったんだから相殺されている形,形で えー、訂正されるる可能性があるわけ何言ってるかわからないかもしれないけどしっかりと、えー、4年間2020年から4年間3.5億円の借金ねこれ何回も言うけど党から立花隆市立花隆から党の2パターンと立花、えー、党から一人放送局一人放送局から党の4パターンの 貸付と返金、えー、あとはなんだ、えー、と債権として残してる分 <laughs> もしくは債,債務としてある分ねこれのやつを見ていってあとは寄付とかね <laughs> 寄付の返金っつうのもあるけど一本前で、ね、寄付の返金って大丈夫ですかこれちょっと別問題だけどね。 まずネット選挙株式会社も多分実態上、あ実態上っうか、えー、実行支配には関わってくるとは思うんだけど、<laughs> ね、まずそれは代表者じゃないからいいでしょだから、立花隆の借金がいくらあるんだって思った時には、通常ね、一人放送局もセットでしょ じゃあ、立花隆個人と一人放送局で両,両方並べていったときに変なことが起きる。要は、1円単位で計算が合わないという問題が生じるのはなぜかっつったら、1円単位でやられてるということでしょ。どっちがっつったら、一人放送局の方が1円単位でしょ。ね計算合わない。ね、だから、それはもしかすると私の計算ミスか、もしくは訂正かけてきて、政府になるかもしれない。だから、不正会計じゃなくなるかもしれないわけでしょ。 それが、えー、や誰がやるかっつったら今のところ大津やかですからこれ大津やかが訂正したらか不正会見はなくなりました。審理科大浅出しに言ってるやつはなくなりました。だけどね、ずらっとして何も指摘もしないで、えー、あれでしょ、えー、大津や綾たちが不正会見があるかもしれません。えー、大津やかはあるかもしれませんって言ってたかもしれないけど、えー、大津 翔平さんでしたっけわかんないあの若造弁護士は、えー、不正会計とかって言ってたような気がするんだけどちょっとそれもね、えー、ああの動画を見直すのちょっと <coughs> めんどくさいんで角度がないんで一応あ,あったと思うけどね <coughs> まあ不正会計があ,あるかもしれませんでいい,い,いでしょじゃ不正会計だっつってんのこれこれですってねわかりますか ただし、これは訂正すれば治る。だから、広ロイ・マさんのバーチャルオフィスと同じよ。そのまま彼らが何も言わなかったら、そのままスルーするんです。ね、私も知らないから。でも彼らがバーチャルオフィスって宣言しちゃったんだから、それも政治資金規正法違反じゃないかと、訂正しない限りね,ね。不正会計があるかもしれませんって大塚坂が言わなかったらするでしょ <laughs> ね、3.5億円の話だってドワンゴ川上さんとかみんなが3.5億円千代さんとかね選挙応援てさん3.5億円の話を言わなければするなのよ、ね、言ってくるからじゃあどれどれっつって見ようかおかしいでしょ3.5億円の借金立花隆の借金のことを語り出したら立花隆が貸し付けてるやつだって見るでしょ3,600万円とかなぜか借りてんのに100万円を貸し付けてたりとかするわけでしょ。 合わせて3700万とか貸し付けてたりするわけ。2年目から変なことが起きるわけ。記載方法が変なんですよ。ね。それに返金、トーンが立場高志に返金してくるやつとかよく見て、利息とかで書いてないね。だけど、同楽なわけでしょだから色々、いろいろ、いろいろなことが考えられるわけ。ね。で、下手すりゃ、 これ多分ね、向こう側しか分からないと思うけど、3.5億円がないかもしれない。そういう訂正だってできないからね。総裁されて。<laughs> 分かりますか <laughs> まあ、ヒントは借用書とか借用の,その方法っていうのは我々に示されてないってことなんですよ。これがヒントなんですよ。ね。だからその示されてないものをベースに、ね。 えー、大津やかが立のかを批判するという構図そして大津屋家だけじゃなくてそれに便乗して3.5億円に便乗してくる人たちがいっぱいいるわけ。ね。だからそもそも借用の形態がわからないでしょって。で私が2年目から変っつってのは2年目から見ていくとあれってなるわけよ普通に考えて。ね。 まだ、一人放送局の方は、ね、えー、あの計算が合わない、1円単位で計算が合わ,合わないと思うけど、まあそれちょっとね、わかんない。私の計算ミスかもしれないし、それずっとやってた時に、ね、まだ完結してないです。一人放送局の方だからまだ、ね、議論の余地はある。だから3.5億円の定義に変わってくくんだけど、<laughs> ね、なぜ一人放送局をやるかは当然でしょって、普通に考える。セットで考えるよね。 まあえーまあ、この辺にしとくか、誰も、ね、追従して、えーね、か大主にが大麻大使が言ってることをけやってみたけど、計算が合わないということないよ、記載方法が変ということはないよ、不正会計なんてないですよ、大通貨が訂正するところなんて一切ないですよ、収、ね、支報告書の中だけの話だからね、通帳の話とか使い道の話は一切その先だから、一旦まず収支報告書で3.5億円っていうふうに <laughs> あの、 えまあ実際3億4千万え万、ー、90何万かなそれ,それの経緯ねそれの経緯になるところに計算が合わないところとか変なところが記載方法が変なところが出てくるの、ね、その3.5億円を議論するときに同じルールで多分一人法則局やってるわけでしょじゃ一人法則局をセットで見ていけば何これってなるからね <laughs> ね 1>, 1円なんかすっげえ細かい金で貸し付けたりするわけね一人放送局それがじゃあ立花隆に行ったらばなまあ5000円ぐらいの、えー、最低なんつか細かい部分はあるけどねそれがないわけですおかしいでしょ、ね、法人に貸し出す時はじゃあこう,こういう形になってああじゃあそれはもしかしたら利息とかそういうのを含めてやってるかね計算の帳尻を合わせるためにやってるって可能性だったんだ まさかとは思うけど。まさかとは思うでいろんな可能性が考えられる。だから収集報告書の中だけで変なことが起きてるわけ。その、しかもね、ね、えー、寄付と、えー、あ、寄付じゃない、あの借金と返済と、ね、寄付と、えー、あとは寄付の返金か。昨日一本、うん、ね、それも気づくわけ。見ていけば。寄付の返金も、えー、寄付の返金って何ですかみたいな。 支出の項目を見てて消費、まあ、政治活動として消費していく分と、ね、<laughs> 借りていた分の利息を偏見していく分で金返せやっつってる人と利息と元本を返済しているようなパターン、ね、これは何か違和感が、ね、あるかつったらまあ、ね、その先が知らない通帳とかその実際の動きは分からないから、まあ、違和感がないし指摘できないんですよ。 だけど収支報告書の中だけで変ですよっつってるわけこれを1年半以上大塚がやってきてるはずなんですよ海成高校出たかもしれない東京大学を出たかもしれない豊田賢治という弁護士さんとセットになってしかも宮川直樹さんっていうね人が職務代行者でしょその人とのある程度分かってるわけそして もしかすると、一人放送局の,その、ねえー、情報を斎、えー、藤忠之という人物が、えー、持ってきたかもしれないわけね。するといろんな情報が我々よりも知ってるはずの大通やかがな,なぜその中止報告書の中だけで変ですよっていうのを指摘しないのこれグルだからじゃないの <laughs> って思い出るのが普通でしょ ね、大津役と立花隆は仲良くて、まあ、仲よ悪かったとしても内通していて、ね、ある事実を隠そうとしてるんじゃないかっていう思うのが普通じゃないですか。ね、それが不正会計でしょ。<laughs> 我々からしてみれば。不正会計があるかもしれませんつって言ったら不正会計を一向に出さないわけでしょ、大津役はね、これは不正会計じゃないですかって一般市民が出してるわけ。ね まあ多分気づかないふりをしてそのままスルーするか、えー、まあ訂正するかでその訂正の方訂正しちゃうとですね私が握ってるやつと違う訂正したらまた私がなやんたらかんたら言ってくるので,でもしかするとね、えー、私の裁判の土俵かんかに訴えてくるかもしれないでそうするとじゃあ私の発信に気づいたということになるわけだ私の発信に気づいたということになるわけでしょ。ね ね。だから、どっちかというと、不正会計は、えー、ね、訂正してありませんでしたねっ、つって、その代わり、なぜ私の配信に気づくんですかってなるわけ。ね。<laughs> 気づいてたのに何も言わないんですかってなるわけね。じゃあ、今から気づいたんであれば、じゃあ、こっからスタートできるわけでしょ。ね。刑事告発かなんか、別のやつでね。だって、大津谷勝は不正会計を正すために来てるわけでしょ。で、不正会計はこれじゃないですかっ、つって、ね。 その不正会計あなたが不正会計って言ってるやつが違いますよっていう否定的なものが2000回、まあ、物によっては2000回ぐらい回ってるけど、ね、回ってる一切来ないんだよそう。話をずらすやつがいっぱい来る。<laughs> ガーシーに行ったやつとか、えー、あと、捜、ね、査されて大丈夫だったから大丈夫でしょって、また来ました、これ系ね。立花隆は捜査されてるから大丈夫で処刑が来ましたね,そそうね。もう論点ずらしだぞ。これ、分かった工作活動なんですよ。 <laughs> 私は収集報告書の中だけで変ですよっつってだから収集報告書の中だけでやればいい話なんです皆さん、ね、足し算引き算していけばいいわけ4パターンですって立花孝が、えー、党に貸し付けてるかね党から立花孝に貸し付けてるかね党から一人放送局に貸し付けてるかね、えー、党から一人放送局から党に貸し付けてるかね 等から一人放送局に貸し付けている金の貸し付けと返金そしてそれが債務と債権の記録かなんかで資産とかそういうところにあるね, <laughs> ね1年目は OK なです3600万円の立高隆の貸し付けとかが OK なんです、ね、2年目から変なことが起きて、ね、1円単位で計算が合わない足し算引き算が合わないと思うちょっとね <laughs> ごめんこれ、あのー、私の計算が間違っているパターンもあるから、ね、何回か見直してあこれ間違ってたで、ねえー、1月頃作ったやつの2億5,000万はてなって書いてたやつねあれは、えー、私が一桁間違ってただからこれが3億5,000万になる、えー、実際に三3億4,000何万かねだけど <laughs> 2年目から変になってくるわけね,ね、まあ、具体的にはあんまり言いたくないけど例えばね 貸しこれ、これ前の動画でも言ったからいいけど、貸している額と同額をその年に返金するわけ。で、だけど、借金持ってるわけだから、その分かどうかがわからない。だけど一応同額だから、その分だとするならば、ね。ね。一応金利って書いてるわけだから、ね。金、貸し続けた金と、返ってきた金が金利含んで一緒の額だったら、それ金利ゼロでしょ。<laughs> ってことはねある一定程度がその、えー、貸し付けた側が、えー、借りた側に対して寄付をしたということでしょ、ね、<laughs> でそれが両方あるんだから立花隆個人にしてみたら両方あるんだからね立花隆が党に寄付した分と立花隆が党,党から寄付してもらった分ってあるわけね分かりやすいのは3.5億円のもし借金があるとするならばね 数千万ぐらい多分ね、普通に考えてです。数千万ぐらい。3億5千万あなたが借りたときに5年間で、えー、ね、数千万ぐらいの利息がつきますよっていうのは容易に想像つくでしょ。ね。だから3億5千万つったら普通であればそれより多くないですかって返す金はね。利息分プラス利息でしょ。元本3億5千万プラス利息でしょ。ね。 利利息がなないんだとするならばそれ、えー、無子でしょ。じゃあ無利子分が寄付分として数千万入ってないといけないでしょ、ね、年度単位で言ったら1,000万とかわからないから数百万単位でないといけないでしょ立花隆にトーンが寄付してますっていうのないと変でしょってねで逆のパターンで立花隆が貸し付けているパターンね <laughs> これね3,600万はまだいいんだけど100万って変だからね 借りていて、相当の借りている額があって、総裁されてもね、えー、まだマイナスなのに、マイナスがか等から借りてるのに、ね、またさらに追加で100万円借り,借り,借りてるんだよ。ね。そしてそれが金利で、じゃその100万円が、ね、金利とかで勝利するのじゃあそういう可能性ってあるわけ。 大津や家が今後訂正していく時に訂正していった時にねもしかすると3億5000万円借りてるけど実はね金利分が数千万でそれはなんかの寄付として記載漏れでしたみたいな感じで1%ぐらいで分からなくて低い金利かなんかで <laughs> やってきてねそしてじゃあ3億5000万円いろいろ言ってるけど実際は、ね、チャラになってるかもしれない立花隆が貸し付けた、えー、額っていうのを元本の返済っていうのをね 訂正しててくる可能性ってあるんだからそういう高度な要は年利数パーセントじゃなくて年利109.5%とかね逆にマックスに上げてきたらどういうことかというか3600万貸したわけでしょ <laughs> プラス100万貸したわけでしょ、ね、自分が借金判断に合わせて3700万ぐらい貸してるわけでしょそれが年利10何パーセントつったらそれね ね、元本が、えー、なんか返されてる、利息分が返されてるってなんて分かんないんだから、我々。借用書ね。これ通帳の話じゃないの。か <laughs> りますか通帳どうのこうのって話をずらしてくる人がいますが、通帳は捜査機関側しか見れないし、ね、私が言ってるのは通帳見なくても、我々国民に見せつけられている就職書ね。これ見せつけられているだから。<laughs> 私からしてみたばね。 普通の、普通の政治団体は、ちゃんと見せなさいよって、国民に見せなさいよというルールになってるから、見せますっていう話でしょ今、えー、立花隆史とか大津かの場合は、見せつけているということにするわけだ。私の定義上ね。見せつけているやつの中だけの話を言ってるんだから、ね。だから、そこで不正解決ありませんかつって計算が合いませんよねって。 計算が合わないっつってるんだけど、これ、こう、計算してみたけど合いますっていう人が出てこないのが変だっつって。<laughs> ね。ね。あなたの言ってる時はこういうことですか計算が合いますけど。仮定その仮定においても計算が合いますけどっていうコメントが来たらやり取りできるわけ。ね。<laughs> こうこうこうで具体的に言えばね。私が今具体的に言ってないのはなぜかっつったらあんまり、だから具体的にやってこられても、あ、これはって思うやつは消すからね。 それなぜかっつったら、大津家がその通りに訂正する可能性があるから、ね。いろんなパターンあるんだけど、訂正のパターンはね。ねだからそれをドンピシャで言っておくと、ねあのー、<coughs> その通りに、だから二重でもっておきたいわけで。仕掛けとか系 YouTuber だからね。はい、以上です。